ブルーカーテンの向こう側。男バレエダンサーの振動中。第39話。メール校長は、不安顔の庄子に優しく言った。今、フランスのモナコという場所で、私が信頼できる方に電話しているのよ。マリカ先生というのだけれど、モナコ王立バレエ学校の創設者よ。 そのマリカ先生があなたがお掃除と買い物をこなせるんだったらマリカ先生の自宅から通わせてくれて奨学金の代わりに学費はいらないって言ってくださってるわフランスに渡りなさいこんなチャンスは普通ないのよよかったわねなんと優しい言葉であろうか異国人の生児を思いやってくれる 人間味溢れたメールパーク校長。こんなに素晴らしい世話をしてくれる人は滅多にいない。しかし、庄司という人間の頭はどこまでバカなのか、次のこんな言葉を聞くと情けなくなる。庄司はメール校長に、私は、 この学校のメゾートを勉強したいためにやってきて、今はお金がありませんが、お金がないからと言ってフランスへ渡ろうなどと思っておりません。私の憧れはロイヤルバレー学校であり、このメゾートが学びたいのです。なのに、聞いたこともない先生を訪ねて、はるばるフランスには行きません。 今日は本当にありがとうございましたと言ってしまったのだ。秘書や校長も少子のことを心配してくれたが、皆さんには突然の出来事で申し訳なかったです。本当にありがとうございましたと深々と頭を下げ、 メールパーク校長に礼を言うと、ロイヤルバレエ学校を後にした。メールパーク校長には、あんなことを言ってしまったのだが、本当のところは、今日の食べるものさえ買えない僕が、どうしてフランスなど行くお金があるのか。今日持っていたお金は、この地下鉄の切符代を払うとなくなってしまったというのに、 おにぎり目当てでバイト先へ行く駅に向かって歩いている途中、自分の想像していた夢が途絶えたのだとはっきりと感じた。あまりの悲しさで、少子は涙が止まらなかった。ところが、歩くうちに心のどこかで何か大事なものを失ったと同時に、 うわーんと何かが広がっていくような気がした。心の隙間を不思議なものが埋めていくようだ。一体これは何なんだろう。ダンサーでごった返すダンスワークス。庄司は学校を卒業したが、 担任教師のヴィリアンのことが好きで、ヴィリアンも少子が皿洗いのバイトで生活しているのを知っていたから、オープンクラスの料金はいらないわよと言ってくれた。これは少子にとってもとても助かることだった。ロイヤルバレエ学校のオーディションの結果も報告した。ヴィリアンは心配してくれていた。 ある日、オープンバレークラスを受け持っている人気バレー教師のパスイがレッスン前に、ショージ、ちょっとこっちに。と、みんながいないカフェでショージを呼んで行った。僕の奥さんが言ってたけど、君大変なんだってね。僕のクラスは料金払わなくてもいいから、頑張りなさい。 えっと、奥さんって誰でしょうえビィビアンビィビアンって、僕の担任のビビアン先生のことですかうわー、すっごいなー。人気抜群の二人がご夫婦なんですね。ありがとうございます。本当に助かります。